やっと買えた、カスカイヨーグルト。今日で4回目ぐらいかな、ずっと売り切れてて買えなかったカスカイヨーグルトが。危うくなくなるとこでした。よかった、買えて。よかったね。よかったね、カスピカイヨーグルト。どうした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 、クレーマ。どうしたどうした、そわそわしてどうした、クレーマ。そわそわしてどうした、クレーマさんがなぜそわそわしてるかと言いますと、よいしょ。本日の晩ご飯はじゃじゃーん、マグロだよはいはい。なんかね、クレマお肉好きなんだけど、最近お魚も大好きみたい。マグロ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 あげよう、クレマにも。よし、じゃあ一緒に食べよう。クレマは先にもう晩ご飯食べ終わってんですけどね、私の晩ご飯を一緒に食べんのね。それでは、赤身と中トロの2点盛りいただきます。まずは赤身からいただこうか。おいしい？では私もいただきます。おいしいな、クレマ。おいしい。続いて中トロ。中トロをいただこう。中トロ。おいしい。私もいただきます。お魚おいしい。ちょっと。おいしい。あー、お茶が合うな。やっぱりお魚にはお茶がいい気がするな。わさび醤油をつけて、おいしい。クレマも食べる？中トロ。私も中トロ。ずっと見てんね。ごちそうさまでした。クレーマーも最後。はい。ごちそうさまでした。おしまい。美味しかったね。もちろん。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。さあ、クレマ満足かね。マグロが食べれて、今度は美味しいマグロ食べにどっか外食しに行こうかね。海の方とか行きたいけど、夏もう今行かないと暑くなっちゃうかな。全然興味ないやん。あ、興味ある？はい、皆さんご視聴ありがとうございました。
またね、ちょっと暑くなりすぎる前にいろいろお出かけしたいなと思います。まあちょっと考えましょう。それでは皆様、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。うん、お茶が美味しい。